わかりました。うん、そう、わかった、改めて。今日もすごく楽しくて、まあハロウィン近いからといって薄く感とも別に仮装とかは特にしなかったんですけど、でもそう、でもそれでもみんな、愛ちゃんは別にしなくても大丈夫だよって言ってくれて本当に優しいなと思いました。ありがとうございます、本当にありがとうございます。結構本当なんか愛の周りにいる方って結構なんかそう、こういう方多い。メイクさんとかも愛ちゃんはそのままでいいんだよってずっと言ってくれる。そう、愛ちゃんはもう可愛いから、もうそれでかもう大丈夫。そう言ってくれる優しい方ばかり。そういう本当にハロウィン無縁だと思ってたの、今年も。そう、今年も無縁だなって思いながら過ごしたんだけど、でも今日のお昼無意識にかぼちゃ食べてたから、ちょっとハロウィン取り入れてた、自然と無意識に無意識にハロウィン取り入れちゃった。そう、取り入れてました。そう、本当に。でも今日もお菓子もらえないかなって思いながら歩いてた街中うちはお菓子求めて歩き回ってたとかじゃなくて、普通にそう、あの道中を普通に、あ、お菓子もらえないかな、今日ハロウィンね、明日ハロウィンだけど、まあ今日が土日、昨日今日が土日だからさ、もらえないかなって思いながら歩いたけど、もらえませんでした。ホテちゃんがお菓子を配ってたらしいよ。って、ホテちゃん、ホテちゃん、後輩に会ってないかも。今日まだ、うん、会ってなかったかも。ホテちゃん、わかんない。一緒の楽屋ではなかった。ホテちゃんいなかった。今日はね、17期だとマサイちゃん、そうとちょっとお話ししました。そう。そう、あとエリちゃんとおはようございますっていう挨拶をしました。そう、そうなのかな。そう、本当にマサイちゃん、マサル、どっちで呼ぼうかな。そう、マサイちゃん、マサルちゃんフルネームみたいな。そう、とはあの、そうなんです、あのわがままコレクションを機に、そうちゃんと話すようになって、だからコンサートきっかけかな。そう、コンサートきっかけでこう話すようになって、そうなんですよ、嬉しい。なかなかさ、そう自分からそういけなかったから、17キノコに、そう、こうやって何かをきっかけに距離が近づけられることがすごい嬉しいなって、はい、思いました。そう、ちょっとずつ輪を広めていきたいと思います。はい、って感じかな、ね、でも本当にそう、たくさんの方が来てくださって、今日のお話し会も、そう、サイン当たった方は、今日のね、今日のサイン当たった方、裏面もぜひ見てください、届いたら。です。そう、で、お話し会の申し込みもね、今ちょうどやってるので、明日の13時まで、そう、そう、ひとまず13時までやってるので、明日の。お忘れなくのうちに、ね、そう、ぜひお待ちしてます。そう、12月から2月分なんですけど、でも2月12日は皆さんがそう完売にさせてくださったので、そう、申し込みはしないんですが、その他の日程はまだできるので、ぜひぜひ。
そう、みんなサイン当てたいって方、サイン会いっぱいお待ちしてますサイン会お待ちしてます。多分ね、写真ね、そう、写真本当に多分あのサインに比べて本当に人気そこまでないので、あの写真の方もお待ちしてます写真の方も待ってるので来てください。皆さんどちらの日程もお待ちしてます。はい、です。当てたいです。当て、当てて、当ててって、あれだ10人ですよね。そうなんですよね、なかなか難しいかもですが、ぜひぜひ当ててください。です、そんな感じです。はい、そしてあとは、あ、でもそうですね、お話し会の話ではなくなってしまうんですが、11月4日はそう軽公演がございまして、3日がお話し会で、そう4日が公演という2日続けて、そうあります。やったねやったねってやったね。そう軽公演、トムさんとさ最近一緒に出れること多くなって嬉しいなって気持ちです。そう最近ね、そうだよね、トムさんと一緒の会多い、嬉しいそうトムさん、そうあのね、そう前回、あ待って、これメールで書いたから言えないやつだ、危ない危ない。そうちょっとしたね面白いエピソードがあってから話そうかなと思ったけど、まあ、その内容は書いてないんだけど、そう似た内容、似た内容でもないか、なんかそれに関連する、でも一緒じゃない、一緒じゃない、話そうかな、あやっぱやめとこやっぱやめとこ。そうでも本当に嬉しいね。そうあと何回一緒に出れるかも分からないしさ、の中でこうやって一回一回最近多くて嬉しいね、本当に嬉しい。ももかさんと前久々に出るかもね、嬉しい嬉しい。そうなんです、そんな感じなんですそんな感じです。ぜひぜひ、はいお待ちしてます、軽公演の方も。はいそんな感じです。寸劇も楽しみだって、どうか今回もすごい小声でありませんようにどう願い事みたいになっちゃって、どうかどうかどうかお願いしますありませんようにっていう、ね、そう本当に、うん、いや本当になんかさ長いじゃないですか、セリフ長い方って長いじゃないですか。そうすごいなと思ってすごいなと思って、なんか本当になんかもうなんか感激しちゃってる、一人で密かに。すごいって心の中で思ってます、いつも。あれならもう覚えられないと思って、難しいよねもうね、すごいって思いながら
ね、すごいすごいって思いながら、本当にそういつも聞いてます聞いてますっていうそうでもそうね聞いてます。でもあいたちもね、あそこ2人で合わせながら言うの意外と難しいんですよ。そう汚れちまった悲しみに、そう汚れちまった担当も意外とね2人で言うから難しいっていう、そう意外とそうだよ、あそこもすごいことしてるんですよ。そうしかもあの前回が出た時はあのもみあのステージに出てたじゃないですか、まなみさんとの時ですね。そうであの汚れちまった悲しみに言ってたから、その時はもうそれこそ合わせることもできずに、そういつも裏から出る時はせーのって合わせてるんだけど、そうせーのって言ってみんなでせーのって言ってみんなっていうかまあそうそのところにいるそうみんなでせーので合わせてるんだけど、そうそうなんですよ、すごいんですよあそこも。そうみんなすごいの、そうだから本当に寸劇やるそうチーム系メンバーみんなすごいんです。だからそうそうなんですよ、みんなみんな本当にすごいすごいから、皆さん寸劇もあの瞬きせず聞いてくださったら嬉しいなって思います。はい、そうみんなすごい。そうです。でもねそう愛ちゃんに新たな超能力が生まれたりしてびっくりだよしてたら。でもなんかそのこのね寸劇を考えてくださってる方がその岩かけるの時も一緒だったんですよ。そうスタッフさんなんですけどこの寸劇書いてくださってる方が、そうで岩かけるの時もそう結構そうですねいてくださる方で、多分もうそれをきっかけないが、まあ、できないのはもう分かられていらっしゃるから多分もうそこで分かってるからそうそうなんですよね、そうきっと分かってらっしゃると信じてます。愛はそう愛が苦手だなっていうことはきっと分かってるはずと思いながら過ごしてます。うん、です。そう、うん、きっとね。でみんな超能力生まれてるもんね。面白いね。どんな超能力なのか今回は。そうだよね。ももかさん超能力になって初？初ではない？どうなんだろうね。あんま分かんないけど、油断できないのが剣の寸劇。ほんとみんな誰一人として油断できないから、そうだよ、もう剣のスタッフさんも油断できない、もうみんな油断、剣も剣自体が油断できないから、そうもうみんなもう1ミリたりとも油断せずやってます。はいです。はい、そんな感じので稽古公演の方もぜひぜひよろしくお願いします。はいです、そんな感じです。そしてそれでは今日で920日となりまして、皆様ありがとうございますありがとうございますって、ありがとうございます、ありがとうございます、いつも見てくださって。そう明日もやるのでぜひ明日も見ていただけたらなと思います。
見てください。お願いします。では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 、ランキングを読みたいと思います。いいな、今サンドイッチ食べてるって方いる。あ、今コメダのサンドイッチがすごく食べたい気分あるよね、そういう時はい、13位まものさん、ありがとうございます。12位ゆきみつさん、ありがとうございます。11位ダックくん、ありがとうございます。10位結局愛やっぱりあゆさん、ありがとうございます。9位かんさん、ありがとうございます。8位ひびきちゃん、ありがとうございます。7位翼ほしいさん、ありがとうございます。6位プラハタさん、ありがとうございます。5位ピカルン、ありがとうございます。4位ゆうすけくん、ありがとうございます。3位カモンさん、ありがとうございます。2位ナミさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。あ、みんなみんな、はい、今日もアイス食べたよ、最後に報告するっていうあとせんべいも食べた。アイスはね、カステラアイス食べた。みんなも食べてね。そう、コンビニに売ってるかな、セブンイレブンさんで多分売ってる率高め。はい、なのでぜひ見つけたら今日食べてみてください。カステラ好きだったら。そう、今日ね、まだ食べた、え、食べた今日。すごい一心伝心だね。カステラアイス探し求めてください全然あの作った人ではございませんが、食べてください。はい、ではでは、ありがとうございました。バイバイ、またね、バイバーイ。